ということでさせていただきまして、この後は来賓の皆様のご挨拶、これから2020年に控えました東京五輪を迎えまして、東京五輪2020をお送りいたしたいと思います。マイクの方は実行委員の方に代わりたいと思います。よろしくお願いをいたします。開催したいと思います。